皆さん、こんにちは。ワタリクルフシです。では、今回は、ギレネボアクシズの脅威部位、アクシズハマン編、続きをプレイしていきたいと思います。前回は、プレイを始めて、最初に、イベントをいくつかこなしました。その中では、エイウーゴ、クワトロとね、同盟を結んだり、ティターンズ、ジャミトフとの交渉が決裂したりということで、ゼダンの門にアクシズをぶつけて、それを崩壊させるというところまで進めています。今回はその続きです。まずはソロモンの攻略作戦、これを発動します。我が軍はこれよりソロモン攻略作戦を発動する。目標は宇宙要塞ソロモンである。諸君らの健闘に期待する。で、ソロモンにはですね、マシュマーやイリア、キャラスーンなんかを投入していきます。パイロットは多めですね。で、ゼダンの門をぶつけて崩壊させた、その Q、あ、バオア Q にはハマーン自ら出撃していきます。ここはパイロットは少ないんですが、ハマーンがね、陣頭指揮を取るという内容です。では、時間を進めていきましょう。以前別の動画で Kindle 買いましたというお話したと思うんですけども、まあ、電子書籍リーダーですよね。それで、漫画をちょっと読み始めまして、それがですね、カイシデンのレポート、カイシデンのメモリ、そして若き彗星の肖像と、3つを読み始めたんですが、今まで見たことがない、読んだことがない、自分にとって未知のものを読むのはなかなか楽しいですね。まあ、もちろん映像作品ではないというのはあるんですけど、本当に初めて見る、読む、まあ、そういうものだと、また新たなガンダムの面白さに、触れることができて、すごく今読むのが楽しみですね。では、ソロモンから進めていきましょう。敵の部隊数増援も含めてそれほど多くはないので、ここも損害できるだけ少なく戦っていければいいかなと思います。では、攻撃仕掛けていきましょう。マッシュマーはゲルググエーガーになってますね。一機しかない貴重なゲルググエーガーなので、これはね、マッシュマーを乗せています。マシュマーはこの後育てていきたい、まあ、その筆頭クラスになるので、まあ、しっかり育ててですね、強いキャラクターへと昇華していきたいと思います。まあ、その他まだまだというところで言うと、キャラスーンとかで、あとは、そうだな、この中で言うと、やっぱりグレミーなんかもね、この後育てていきたいんですが、まだガザに乗ってるような段階なので、ここもね、この後しっかり育てていければいいかなと思います。まあ、特にアクシズ軍は資源もお金も収益収入がすごく少ないので、モビルスーツ、まあ、もちろん戦艦も含めて撃破される数っていうものをね、とにかく減らしていきたいと思いますので、ここはね、効率よりも損害を少なくするっていうことを重視して進めていきます。まあ、このマシュマーの攻撃も、で、他のユニットと連携して一気にね、敵を損害なしで削っていきたいと思います。さあ、一方こちらは、まあ、バワク、まあ、ゼダンの門ですね。ここには、まあ、なんといってもハマーンを投入してますので、損害なくね、進めていきたいと思います。では、予定通りソロモンですね。ここは損害ほとんどなく攻略できました。で、先ほどご覧いただいたように、ハマーンが攻め込んだゼダンの門、旧アバオクの攻略も完了してます。では、次の作戦段階へと移行していきたいと思います。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。ソロモンの制圧により周辺のコロニーへの進出が可能になりました。サイド1攻略作戦およびサイド4攻略作戦を、サイド1とサイド4が取れればちょっとは収入が増しになるかなと思いますね。
では早速サイド1攻略作戦発動です。我が軍はこれよりサイド1攻略作戦を発動する。少し戦力を貯めた後サイド4にも攻撃を仕掛けていきたいと思います。諸君らの、これでねコロニー2つ取れれば収入が多少はマシになるかなと期待をしています。敵の戦力確認するためにお金ないですが諜報活動を行いましょう。敵戦力10か。これだったらハマーンとビグザムを送り込めばどうとでもなりそうですね。ではサイド1です。攻略戦を開始します。これ見る限りバーザムですかね。敵の主力はバーザムと見ました。まあこれだったらなんとかなりそうですね。ビグザムも投入しますし、まあなんといってもやっぱりハマーン、このハマーンの力に頼っている部分はあるんですけども、この先も大いに頼っていきたいと思います。でここにはハンブラビはいますね。あとここにはサイコガンダムマーク2と思われる機影もあるのでちょっと危険ですね。リックドムを連れているので、まあ、リックドムの実弾攻撃でサイコガンダムマーク2に関しては、まあ、削っていくしかないですかね。あとジュピトリスもいるのでなかなか骨が折れそうな、まあそういうシチュエーションになりそうです。ヤザンのハンブラビーは今モビルアーマーモードになってるんで、この状態の時に決着、やっぱりつけたいですね。モビルアーマーモードであれば格闘を食らわないで済むので、まあその間に一気に決着をつけるっていうね。そういうシチュエーションを狙っていきたいかなと思います。ここはやっぱりいくらハマーンを要するところといってもそれなりに苦戦をしそうな、そういう気配してますね。ここはヤザンとハマーンの戦いです。まあ、ハマーンであれば削り切れるかなと思うんですけどね。残りも。はい。これで、ハンブラビ、ヤザンを撃墜です。まずは強敵一人倒しました。こんなところで朽ち果てる己の身を呪うがよい。なんとか、あとは、ビグザムを敵が集まってる河川上に投入して、攻撃で一気に葬り去りたいですね。ではサイド1の攻略の途中ですけども、敵の生産止めたいのでサイド4にも攻略作戦仕掛けて部隊侵入させます。サイド4攻略作戦を発動する。目標はスペースコロニーサイド4である。諸君らの健闘に期待する。サイコガンダムマーク2ですね。まあ、実弾兵装のリックドムで攻撃仕掛けて削っていくっていう作戦です。まあ、幸い、パイロット、このサイコガンダムマーク2に誰も乗ってなかったので、それがまあ唯一の救いというところだと思っています。世界の都合というものを洞察できない愚か者は排除するだけだ。では最後、サイド1ですね。ジュピトリスを撃沈しておきたいと思います。します。キターンズの戦力低下によりサイド3の攻略が可能になりました。はい、サイド1攻略したことによってサイド3に進行できるようになりましたね。ただ部隊が揃っていませんので、まずはねサイド4、ここの攻略に全力を注ぎつつハマーンの軍でサイド3へと進行したいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねその様子をお届けしていきたいと思います。